クックマンだ。ナイスクック、最後までご視聴いただきありがとうございました。いや最近本当に出番がないんだけども、チャンネル登録者数がなぜか増えている、不思議だね。でも毎週毎週見てくれて本当にありがとうございます。来週はこの銀杏を使った茶碗蒸しを作っていくぞ。料理のリクエストどんどんね、募集してます。募集の方法はクックマンのツイッターの DM かコメント欄に書いてね。遠慮はいらないぜ。あ、そうそう、クックマンのナイスクック T シャツ、それからよろしクック T シャツが好評発売中。買い方は楽天のラクマ、それからメルカリで買えます。概要欄にリンクを貼っておくから皆さんよろしクック。というわけで今日もありがとう。次はあなたのところにクックマンが現れるかもしれない。じゃあな。踊って料理してみたり、世界一早く皮を剥いたり、楽器を使っていろいろやったり、何でもかんでも料理とコラボ。今日もどっかで誰かが困ってる、そして呼ぶ声がする。どうもあなたもあなたも信じてないな。そんじゃ教えてやろう、腕は確かだ。